キューヒークシキューヒークシ。出たハイタッチや。はい、でこれめっちゃハイタッチ俺はしたいんですけど、ハイタッチできないんですよ。まあこれは以前の動画を見てもらった方がわかると思うんですけど、ハイタッチができない。で、俺コメントを結構読ませていただいて、皆さんの。これハイタッチするこの丸のアイコンが、伝説のブロック埋め立て地にあるのではということだったので、ちょっとそちらの方に行ってみたいと思います。これや、この中に、ハイタッチするための、あれがあるのではと。確かに音する気がするんだよな。ちなみにね、ハーゴンはね、この中におったわ。この前行ってみたんだけど、ハーゴンね、ここにいた。なんかね、戦闘の最中はいなかったんだけど、ここでなんかすごい普通にいた。よくわかんないけどいるわ。この中にもしかしたらハイタッチボタンあるかも。どこだしな、今行くぞ。ないんじゃねえの、あんの、ハイタッチボタンある、なんかない気がするんだけど。これないように思える。おそらくハテナハテナハテナって出る。おハテナハテナハテナはないけど、丸連打してたら出てきちゃった。あれ出てきちゃった。通常だったらね、こう、丸ボタン押しなさいよみたいなの出るんですけど、まあ出なくて、とりあえず丸を通す、ね、手探りの中で、闇の中でね、指導の手をね、優しく探すようにね、丸連打してたんですけど、いましたね。出てきちゃった。ハイタッチできた、やった。キムイ、キムイ。これ、本物の破壊神出てくんだよね、ここで。うおーって言って。本物の破壊神指導が出てくるのよ。神というか。よく見えない。よく見えない事件。なんかすげえ上にいいんだけど。まあ、いかもやり直すことはないでしょう。お、ちょっと崩れたね、俺のブロックが。よっしゃ、やった、みんな今までありがとう。はっ、はっ、おとさんでーす。腹が減った。スローパージャー。0% の時って、攻撃した後に、はーってなったり、ハンマーを振った後に、はーってなって、ちょっと、行動制限がかかるんだけど、この行動制限を、はーならない方法。ハンマー振った後に、ちょっと、はーってなっちゃうんだけど、ハンマー振った後に、こうやってすぐに、はーってなる前に、ブロックを1個置く動作を挟むと、歯がなくならない、歯しなくて済みますね。こうですね。もうブロックをいちいち出さないといけないんで、そこはちょっとデメリットですけど、まあこんな砂みたいなのどこにでも落ちてるんで、まあ行動制限が若干イライラするなって人に、なんだろう、臨時でおすすめしますね。まあ飯食いましょう、飯。